2022年2月24日にロシア軍が3方向からウクライナに侵入して始まった侵略戦争は、1年5ヶ月を過ぎ、国際社会が予想をしていなかった長期戦となっているよね。ロシアとウクライナの国力、人口、保有戦力の大きな開きから、ロシアが短期間でウクライナを屈服させるとの見方が大勢を占めていた中で、侵略開始直後には首都キーウや北東部の第二の都市ハルキウ、南部においてはウクライナ最大の港湾都市オデーサに迫ったロシア軍であったが、ウクライナ軍の戦力を舐めきっていたロシア軍は多くの作戦上の保護を犯したな。そうだね。さて今回はロシアがトルコに見限られた件についてと、ウクライナのクリミア半島奪還に伴うプーチンの失脚について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシアの油断によって戦力を保持することができたウクライナ軍の反撃にあって、近郊まで迫ったキーウから撤退することになったばかりか、南部ではヘルソン州のドニプロ川以東まで押し戻され、北東部ではハルキウ州を奪還されたってわけ。しかし、ウクライナを簡単に攻略できるとして侵略戦争を始めたロシアのプーチン大統領の最大の誤算は、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構などを中心とする西側諸国がウクライナ支援において強い結束を見せたことだろうな。おそらくプーチン大統領は、これまでのドイツやフランスなど NATO 主要国との関係や、ロシアがヨーロッパへの天然ガス供給を握っていることなどから、アメリカのバイデン大統領がウクライナ支援を呼びかけても NATO は様子見をすると見越していたのではないかと見られているぜ。また、ポーランドやバルト三国エストニア、ラトビア、リトアニアをはじめとする、旧ソ連あるいは旧ワルシャワ条約機構に加盟していた国々の反発と、徹底したウクライナ支援もまたプーチン大統領には想定外であったかもしれないとの見方もあるな。ロシアを支援する国も少なくないんだけど、その多くはロシアに心情的に寄り添っているわけではなく、アメリカを敵対視している中国、イラン、北朝鮮などは敵の敵は味方との論理でロシアの言い分を支持しているように見え、これまでのところイランが自爆攻撃型ドローン車ヘド136を大量に売却したくらいで、西側諸国がウクライナに対して実施しているような無償の軍事支援は実施していないと見られているんだ。またロシアとつながりが強いとされているアフリカ諸国も好意的ではあるものの、あからさまに支援している国はほとんどないね。ロシアも含まれる、2000年代以降に著しい経済発展を遂げた4カ国 BRICS はこれまでに、西側の G7 に対抗するためにサミットを開くなどして友好関係にあり、中国のほかブラジルや南アフリカはこれまでロシア寄りの発言が目立ち、インドはロシアから兵器を購入するなど軍事的結びつきが強いんだけど、それでも表立ってロシアを支援しようとはしていないみたい。その中で、NATO の一員でありながらロシアとの関係も保ちつつうまく立ち回ってきたのがトルコだな。トルコは人口の 99% がイスラム教を信仰していると言われているが、他のイスラム教国 A とは違い国民は宗教的な制約をほとんど受けていないとされ、外交面においては NATO に早々と1952年に加盟国となっており、その中にありながら非欧米軍事同盟である上海協力機構の対話パートナーとして中国やロシアとの軍事協力も行うなど独自の外交を展開するなどしており、西側一辺倒の外交路線ではなくアメリカとロシアの間をしたたかに動いているぜ。トルコで約20年の間独裁政権と言われるほどの強権政治を行ってきたレジェップ・エルドアン大統領は、ロシアのプーチン大統領から私の友人と呼ばれるほど近い関係を構築していて、プーチン大統領はロシア軍最新の地対空防空ミサイルシステム S-400 の輸出を許可したほか、今年の5月28日に行われた大統領選挙の決選投票でもエルドアン大統領を支援し、そのために深刻な経済危機に陥っているトルコに石油や天然ガスなどのエネルギーや食料を提供し、選挙直前にはエルドアン大統領の求めに応じ、トルコとシリアの外相会談の仲介をするなど、エルドアン大統領の取り込みに必死になっていたんだ。そしてエルドアン大統領は大統領選挙の決選投票で勝利し、すでに丸20年も続く強権体制を、さらに揺るぎないものとしたのであるが、
その直後にそれまで NATO の一員でありながらロシア寄りであった外交姿勢を、手のひらを返すような言動を見せ始めたってわけ。選挙の余韻がまだ残る7月8日、ロシアが侵略戦争の停戦時までトルコに在留させることを条件として預けていた。ウクライナのアゾフ大隊の捕虜5人をウクライナに帰還させたよ。アゾフ大隊はロシア軍が侵攻を強めていた昨年、ドネツク州の港湾湾都市マリウポリのアゾフスタリ製鉄所のシェルターに立てこもり、徹底抗戦によってロシア軍を釘付けにしてウクライナ軍が体制を立て直す時間を稼いだことをウクライナで称賛されているんだ。この期間の際にはウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領が5人を英雄として直々に出迎え、ウクライナ軍はそのことでが全活気づいて士気が大いに上がったとされ、その翌日、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が、トルコのエルドアン大統領に電話をして猛烈な抗議を実施したと伝えられているよ。さらにその抗議電話の2日後の7月11日、エルドアン大統領はバルト三国の一つリトアニアの首都ビリニュスで開かれた NATO 首脳会議に出席し、アメリカのジョー・バイデン大統領との会談を実施したぜ。その席でエルドアン大統領は、ロシアから S-400 を購入することを認めないとして、アメリカが売却を棚上げしていた戦闘機 F-16 ファイティングファルコンの売却を承認されたことを発表し、その代わりとして、それまでイスラム教の聖典コーランを燃やすデモが発生したとして、イスラム教への冒涜行為が行われているとして認めていなかったスウェーデンの NATO 加盟申請を承認することを明らかにしたな。スウェーデンは、トルコのクルド人虐待を抗議していたことで関係性が悪かったこともあって、NATO への加盟が危ぶまれていたのであるが、アメリカがトルコに F-16 売却を認める見返りとなったね。これらのエルドアン大統領の行動は気を見て敏なるもので、ウクライナ侵略戦争の行く末についてロシアとプーチン大統領に分が悪いとの判断が働いたものとみられているよ。このトルコのロシア離れはロシア側も敏感に反応していて、エルドアン大統領と国連が仲立ちとなってウクライナとロシアとの間で合意が結ばれていた。ウクライナ産の穀物輸出合意の更新をロシアが行わないと通告したんだけど、この通告に関して国連は懸念を示したものの、トルコからは特に声明などの発表はなく、7月18日に合意は時効となったみたい。トルコがこれまでの方針を転換して西側諸国の一員になってロシアと一線を画すことになったことで、ロシアへの影響力は低下し、プーチン大統領とエルドアン大統領の会談も実施されているが、再び穀物輸送合意に至る可能性が低いとされ、会談は形ばかりのものになると見られているね。このところ、クリミア半島周辺でのウクライナ側の動きがよく伝えられるようになっており、クリミア半島の東にあるケルチ海峡に架けられているクリミア大橋や、同半島北部とヘルソン州をつなぐ橋梁への攻撃が相次いでおり、クリミア半島にあるロシア海軍黒海艦隊の基地があるセバストポリや、半島内各地の兵器庫、弾薬庫、燃料庫などの後方兵站施設に対し、ウクライナ軍とみられる攻撃や地元住民のパルチザン活動による破壊もまた頻繁に実施されているな。現在ウクライナ軍が進めているザポリージャ州での反転攻勢作戦は、ロシア軍が築いた防御陣地や地雷原などによって進捗が阻まれているとされているが、その目標はアゾフ海まで到達することで、ロシア本土やロシア軍が支配している東部ドンバス地方とクリミア半島の補給路を遮断することとされ、クリミア半島奪還に向けての道筋であると見られているぜ。ウクライナとアメリカは、ロシア国内でトルコにも裏切られたプーチン大統領への不満がクリミア半島奪還によってさらに高まり、失脚することを狙っているのではないかとの見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。